皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、10月2日、13時56分です。本日は、オリックス・バファローズの T ・岡田選手、引退試合、まあ、秋山選手、阪神タイガースの秋山選手の件のことは言ったことがあるような気がしますけど、まあ、お疲れ様でしたと。それと昨日 T 岡田選手なんですけども、9回2アウトで、バッターボックス、回ってきた時に大きな飛球ファールという判定だったみたいですが、まあ、未来の時間軸から頭の中渡しています。で、まあ、スポーツの勝ち負けはお休みっていうことで、10月3日まで、まあ、記載してるんですけども、まあ、まあ、その辺のところ、意図的にこちらがニュースで未来の時間軸から頭の中供給したりするときは、それはまあ、まあ、審判団の人たち等も含めて、まあ、ボランティアということで、受け止めていただけたらいいんじゃないかなとは思います。ただ、それ強制的に取られてるときもあるので、まあ、T 岡田選手の場合は、まあ、引退っていうことで、最終打席、打たせてあげたいなという形で頭の中供給してたんですよ。で、まあ、打球を見る限り、その、ポールのそのフェアゾーンに入ってたんじゃないかなって思うんですよ。まあ、その辺のところで、そのスポーツの勝ち負けに関わらないっていうことにしているから、だから、まあ、渡しちゃダメだみたいな形にしていたのか。まあ、結局、ライン上、ライト線へのそのホームベースからの、そのライト線に向かって、のそのまっすぐに見える映像で出てこなかったら、まあ、ファールなのかフェアなのか判定わからないんですけども、うん、まあ最後 T 岡田選手にホームランを出せてあげれなかったというのが、まあ、ちょっと残念でした。それとまああとファンの皆さんがだいぶ駆けつけてくれてましたので、まあうん。まあ、応援してくれてるファンの人たち、かなりいらっしゃったんじゃないでしょうか。まあ、それと、佐々木朗希と、選手、二桁勝利、おめでとうございますと。それと、あと、まあ、まあ、楽天の皆さんに関しては、まあ、今シーズンは申し訳なかった。ありませんでしたということと、まあ、ロッテとその楽天のそのどっちつかずになってた部分が、結局、勝敗順位がああいうふうな結果になってしまったような気がします。で、地上波の放送で、まず、例えばロッテとか楽天の試合は見れませんので、かといってダゾーンとかに、ご加入して見れるほど、私に経済的余裕があるかというと、そういうわけでもないので、まあまあ、まあもちろん来年は楽天というような形で、まあ言うだけ言っておいて、あとは物事を動かしていただける方で物事を動かしていただけたらな、とは思います。で、次は阪神タイガースの、まあ、岡田監督だとか、球団の関係者の方たちへのメッセージなんですけども、藤浪晋太郎投手なんですけども、まあ、メジャーリーグで、3A などで、まあ、マイナーリーグで、まあ、苦しんでる状態といいますか、やっぱり時間軸的にも、無理があったりだとか、阪神タイガースに戻してあげた方がいいと思います。まあ、このままだったら、もうダメになってしまう可能性が非常に高いです。で、もともとのその、能力、速球の球速を考えると、そう簡単にダメになるようなピッチャーではありません。その頭の中の供給を、コントロールを中心に、行って、人が誰かついてないがゆえに、まあ、せっかくの、速球が、全力で投げれない、フォアボールになってしまう、まあ、こういうふうな悪循環があってだと思います。で、あとはプロ野球界に関しては、そうですね。まあ、台風の件に関してなんですけども、以前、
台風に関して、世界中の台風の発生している数が表記されているっていうことを言ってたと思うんですけども、これホームページ YK スケールの出来の一番の、10月2日の欄なんですけども、これね、先にちょっとこちら見てもらいますね。あ、ないかな。台風17号があったった。これ日本列島のね、例えば東の方の海上を通過するような形で表記されてるんですけども、昨日の晩「報道ステーション」とか「ニュースウオッチ9」を見ていた時に、東京の方で風も吹いてなければ雨も降ってなかったんですよ。だからもしかしたらこの台風17号はそもそも、存在してなかった可能性が、あります。で、片やアメリカの方で、ハリケーンによる被害っていうものが、出ています。で、それが、こちらですね。ちょっとコンピューターさん、ピント合わせてください。ハリケーンで100人超え死亡、600人行方不明か、米国で被害広がるという見出しの記事がありました。で、多分そうなんじゃないかなと。で、こういった内容のものなんですけども、一応日付がちゃんと入ってますんでね。で、ちょっとちゃんと風取れてます。カーテンがこう揺らいでるところを見ていただいたらわかると思うんですけども、今度ね、今僕の方でも頭悩ませてるところが、今度この台風18号に関してなんですけども、これもね、なんか変なんですよね。5日にはね、熱帯低気圧に変わるんですよ。それなのに、非常に強いっていう表記になっていて、これ最大瞬間風速70メートルなんかまず考えれません。ありえません。まず、本当に。軽自動車とか飛んでいきます。本当にこんな、風速だと。で、そんなに強い勢力が、じゃあ5日になった時に熱帯低気圧に変わってるかって言ったら、なんか変じゃないですか。だからここの表記がまずおかしいと。これは今までの、台風の件でも、もう見た目でわかるからっていうことで、嘘の表記を出してるっていうことを、今まで、指摘していたことがあります。で、台風とか風を取ったりしてる件に関しては、スポーツ業界の方たちとかだったら、例えば、僕はテレビ見てるときに、そこの場所でも、雲が広がったりだとか、風が吹いていたりだとか、台風から風取れてるんですよ。で、そういうふうなところとかも、もし証言する機会があったら、していただきたいなと、いう部分があります。スポーツの勝ち負け休みにしてる時も、ちょっとね、いろんなことにやっぱり対応しなければならない部分がありまして、どこに嘘があるのかっていうところを明確に見極めなかったら、このホームページのところで書いてるんですけども、日本の気象庁や、マスコミや、国際連合へ通達ですが、本当の情報だけに固定してください。台風の威力を神がかり的な力で低下させることはできます。太陽の、雲、雨、風を取る方法ですね。対応の仕方を固めなければ、ならないので、ご協力くださいと。この台風の情報が根本的に、嘘だらけだったら、例えば、まず台風17号に関して、日本列島の、右手の方を、通過していないっていう情報がまず必要であった。で、本当に発生しているのはアメリカの方であったと。で、アメリカの方のその台風をどうにかしてあげなければならなかったと。これ、世界中で、ちょっと窓閉めますね。電車来ましたね。
世界中で台風に関する情報が嘘になってしまうと、じゃあ誰が台風消滅させるんですかと。これ日本に関してなんですけども、夜の時間帯になったら台風から雨とか風、取ってない、状況、特に風ですね、取ってない状況っていうのは、出来上がってます。これもともとの話はその寝てる時まで、どうこうっていうのは、ちょっと無理があって、地球の裏側の時間帯の人たち、起きてる時間帯の人たちの方に対処してもらいましょうと、そういうふうな、形だったんです。で、雨とその雲を取る部分に関しては、その地域地域によって、その時その時によって大雨の時とかもありますから、だからそこの地域が、雨とか雲を取れるかっていうと、そういうわけではないと。で、そんなこんなで、休み、スポーツの勝ち負けは休みなんですけども、結構いろいろ、いろんなことを調べていたりだとか、対応しなきゃならないことが、たくさんあって、そういったことに、対応しています。今回は T 岡田選手や、阪神タイガースの秋山選手、プロ野球選手生活、お疲れ様でしたと。で、ヤクルトの青木選手ですね、引退会見の内容とかも見ましたけども、その本当に集まった理由はそのジャイアンツを倒そうと、その巨人を倒そうと、そういうふうな形で集まったっていう話を、してくれていて、もしかしたら昔会いに来ていた方かもしれないです。僕とちゃんと話し合ったりだとか、仕事場で一緒に働いたりだとか、そういう方かもしれません。で、最終的に結果を見ると、歴代ヒット安打数が、5位ということで、驚異的な、結果を出しています。だから、そういう部分ってやっぱりいろいろありますよね。で、今回はスポーツ用の動画なんですけども、あとはニュースを見ていて、心の声とかでこう受け答えしていて、例えば、この間の総裁選に関して、自民党の、石破さんと高市早苗さんが最後、代表選、一騎打ちの、投票になったんですけども、地方からの票が石破さんの方にたくさん集まっていて、で、それで、石破さんは、総裁に選ばれてるんですけども、もともと安倍政権の頃に石破さんに頼んでいたのが地方案件だったんですよ。地方の様子とかを見てきてほしいということで、頼んでいました。で、地方の方をよく見ていなかったら、都会にずっといると感覚は全然、おかしくなってしまいます。その架空の人口だとか、そういった世界の方向で物事を見てしまうので、高いビルとかを見ることによって、そういうふうなところとか、心の声での受け答えだとか、ちょっと喋って言ったりだとか、それによって、昔どういうふうな受け答えをしたかの、言葉がエシロンから、電波で、聞こえてきたりだとか、それはテレビ見てない時間帯なんですけども、それでいろいろ思い出したりとかもありました。あと他にも日米地位協定、アメリカの方の新聞で記事になったんですけども、これがね、アメリカのその、新聞の記事とかも結局日本と同じ状態なんですよ。フェイクニュースとか、テレビの議論討論番組に関して言った内容に反応して記事とかを書いて、で、それをマスコミの人たちも一部鵜呑みにしてしまってると。で、エネルギーの残存量問題はもうスポーツ界の人たちも、よく分かってくれてると思うんですけども、だからもうそれがあるから、もともと、軍事費がどうこうとか、そういうことじゃないんですよ。ミサイル作るだとか、そういうことじゃないんですよ。で、それはもう、国連とか上の方の人たちは分かってるんですよ。で、その日米地位協定に関して、一時あったのがね、安倍政権で。じゃあ、
アメリカに何か有事があった時に日本アメリカを、助けるのかというような話なんですけども、だからまあそれがあの災害救助とかそういうふうな話がもともとだったと思うんですよ。でそれを、いろんなことを議論する番組とかでその軍を派遣して、まあ、自衛隊を派遣してだとか、どっかの国から攻撃があったらだとか、まあ、そういうふうな、話を本当にし始めて、それを新聞の記事とか報道関係とかで放送してしまったがゆえに、向こうの方でも、あ、日本ではそういうふうな話題になってるのかっていうことで記事で取り上げてしまうと。だからこのフェイクニュースにフェイクニュースのこの上乗り状態で、もう世界中も情報めちゃくちゃになっています。で、まあそういうふうなところとかもまあ対応していこうということで、まあニュースを見てる部分だとか、まあいちいちニュースを見ながら、まあこういうふうにいちいちメモしてるんですけども、もうすぐに家の中メモだらけになります。あとはまあ、うん。まあ、岸田総理も会うっていう言葉が出てました。まあ会うという言葉が出ましたっていうことを、岸田さんが総理辞めるときに、総理官邸から出ていくときに、まあ多くの、人たちに出迎えられて花束贈呈をする場面があるんですけども、まあ、その花束を受け取る前に、そういうふうなことを岸田さんが言っていて、まあ、今も電波で岸田さんの声で会おうっていう声、もうちょっと違う言い方なんですけども、ただまあ今までの傾向を考えたら、淡井圭介に会いに来て物事が進まなかった議員の人って、例えば、河合法務大臣っていう方が安倍政権の時にいたんですよ。で、安倍政権自体は僕からの提案で、各党にお願いして、日本で一番長い任期の総理として、外交を固めさせてほしいということで、対応してもらって、一応安倍政権の時にガソリン車生産停止は話そこまでつけれたんですよ。これこんなことできた人今までいないんですよ。でもちろんこれは僕発信から始まってる部分とかもあって、まあ、物事が、まあ、進んだんですけども、その河合法務大臣のお嫁さんの河合案里さんっていう人も国会議員の方だったんですけど、2015年ぐらいに僕の家訪ねに来てくれて、仕事のことで来たんですけどもって言われたんですよ。でこちらはテレビに向かっての受け答えで、その結婚早くした方がいいと、その淡井圭介と結婚話をした人間が多数いて、その辺のところも、一緒にこうみんな話が解決できなくなって、がんじがらみになってしまってると。だからまず結婚話の方をまず進めた方がいいと、まあ、特に良心的な人で言うと、もう僕のことを考えてくれてる人とか、早く結婚した方がいいと、早く進めた方がいいと、まあ、そういうふうなことで言ってこられていましたので、別にその人たちにそう言われたからそのせいにするんじゃなくて、本当に僕もそうだなって思っていたから、いやこちらの方は結婚問題の方をっていうことになってますがっていうことで、まあそれでまあ河合案里さんはまあそれで帰ってしまわれたんですけども、公職選挙法違反っていう形で、法廷ですかね、まあ罰金を払ってたのか何なのか、もうちょっとその辺のところは忘れましたけども、まあなぜ取り締まられてる。で2022年の12月2日安倍晋三さんが、まあ、そこの晴山整骨院の横のところにシーマという車種の車で、まあ待っていて、僕が、夜買い物に行った時に、まあ、時刻は18時30分ぐらいだったと思います。まあ外出た時に車から降りてきて近づいてきた時に、まあ僕は目の視力が弱いっていうのと、あと着てる身なりと、あと髪型とかが違うかったり、あと顔がちょっと
潰れていたりだとか、顔はちょっと変わってる状態だったので、安倍晋三さんっていうその認識ができなかったんですよ。背の高いあの年配の人がなんか近づいてきたな、怖いなと、まあ、ちょっと距離空けとこうかということで、まあ、そういうふうな形ですれ違ってしまった。で、その後、安倍晋三さんは、死んだことになってるんですよ。で、社会全体の仕組みとか、その河川水門開閉式弾発電とか、エネルギーの雑草問題の件はもう皆さんご存知だと思うんですけども、僕と会いに来たその議員さんがもし会えなかったケース、どうなるのかっていうところはよくわからないんですよ。まあ、だから岸田さんと会っていろんなことを話したいっていうのはあるんですけど、もともと岸田さんも僕と若い頃会っていて、まあ、岸田さんの方から、まあ、岸田さんの方はだいぶ年配の方ですけども、まあ、20歳近く、年配の方でしたから、まあ、まあ、当時20歳ぐらいの僕からしたら、まあ、大先輩であると。で、岸田さんの方から、言いたい子とか、こう、言い出しにくいんだったら、もう普通に話してくれたらいいから、敬語なしでもいいからっていうことを、言ってくれたぐらい、まあ、かなり優しい人だったんですね。で、まあ、エネルギーの残存量問題もしっかりと分かってる人で、まあ、だけども、一部うまくいってない、事態、高速道路ずっと作りっぱなしであったと。1990年にバブル崩壊した後に、本当はもう高速道路なんか一切作るべきではなかったんですよ。で、早くガソリン車の生産停止に動かなきゃならなかった。それはエネルギーの残土の問題があったから。だけども、その頃はまあ岸田さんももちろんまだ、もっと若い頃でしたし、まだ議員にもなってない頃だと思いますけども、だから、事態がこう、地方の隅々まで、しっかりとどういうふうな状況になってるかっていうことを、まず国会議員の人たちも自分たちも書類の山で、仕事を追われるから、物事は進まない、地方のことはよくわからないっていう状態になってしまうんですよ。特にまあ、総理大臣だとか、になってくると、もう世界中のトップとの外交をメインになってくるんで、自分の国の地方がどうなってるかまで、なかなか目が、行き届くことがまずありえなくなってくるんですよ、物理的に。で、まあまあ、そういうふうな状況なんですけども、まあまあ、休みとは言いながら、まあ日々、まあ、こういうふうなことを対応しています。例えば、この間、久しぶりにカウントダウン TV っていう音楽番組を見たんですけども、映像を見てるときに、本当に最近収録したものなのかなと。新しい曲とかが出ていたら、まあ、それはまず間違いないんでしょうけども、まあ、着てる衣装とかも、あ、なんか見たことあるなだとか、まあまあ、その辺のところで、実際のところどうなのかなっていう部分があります。まあ、こういったことも、広く皆さんにお伝えしておかなかったら、今社会がどうなってるかっていうことがよくわからないと思います。で、まあ、スポーツ業界を引退された後、建設業界方向へ進む方も結構いらっしゃいましたので、建設業界の方に進む方たちは絶対にエネルギーの残存問題っていうものを、分かってない人たちだらけですよ、建設業界の人たち。で、そういう人たちに、教えてあげなきゃならない。で、高いビルなんか作っちゃダメだと。本当の人口も教えてあげなきゃならない。そういったことが求められてきますので、まあ、引退された方たちで、まあ、建設業界の方へ行くんだったら、しなきゃならないのは河川の底の整備であると。それによって、河川の底から水が抜けていってる状態で、そこからによる、大きな地震の発生や、地震が発生した時の大きな揺れにつながってしまう地下の層での液状化、これを食い止めなければならないと。まあ、こういうような形での仕事がメインになってきます。もう家は作りすぎた後なんですよ。人口49年ぐらい前から少子化始まってるのに、建物の高さが高くなってる。それだけ、空いてる家が、買い手がいないのに、たくさん家をずっと作り続けている。これはもう世の中の現実ですので、まあそういったことを、引退した方たちが、その率先して、伝えていただけね、いただかなければならないと。まあこういうふうな形にもなります。
ということで、今回お伝えしたプロ野球界の皆さんへのメッセージは、かなり多数ありますけども、まあ、一つ、そういった内容込みで動いていただけたらなと思います。まあ、阪神タイガースに関しては、藤浪晋太郎投手に関して、仮にその、私が申し出たように、阪神タイガースに戻ってきたとします。まあ、160キロ超えを投げる人間が、そのマイナー行きになるようなはずじゃないんですよ、絶対に。で、その辺のところは結局コントロールがゆえに、ボールを置きに行く、150キロぐらいのボールになってしまう、打たれる。で、そういうふうなところは要因ですので、他の変化球の精度とかもいろいろありますけども、頭の中渡せてるかどうかっていう形になります。で、もし阪神タイガースに戻ってきたらなんですけども、その、試合、リアルタイムで取り組んでる時に、淡井圭介からの頭の中の供給があったら、コントロールは安定すると思います。阪神タイガースのピッチャー、どのピッチャーも、見ていただいたら分かる通り、頭の中の供給がしっかりといってる時に、コントロール崩れることまずありません。で、それはもう、誰でもそうだと思います。で、あとは、私が地上波とかで見れないときに、藤浪晋太郎投手が登板するときに、誰か頭の中を渡してあげるような形、コントロールを中心に上乗せということで、そういうふうな人を、用意しておくと、そういうふうな形で対応していただけたらなと思います。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。本日はこの辺に、メッセージ、送らせていただきます。